介する商品はこちら、じゃじゃーん、お風呂でゴロ寝デスク。お風呂でゴロ寝デスクということは、はい、寝ちゃうんですか？寝ちゃダメです。寝ちゃダメですか、はい、ただこちらを使うとですね、お風呂で使う商品なんですけども、こちら、はい、見た感じ何か分かりますか？これ、これはこう立てるものがあるので、はい、しかもデスクって言ってるので、お、何か置けるんですね。そうでございます。こちらお風呂で、ここがここの部分ですね、はい、はい、まずここが浴槽に乗っけて、こういう風に乗っけますね、はい、乗っけてここにタブレットを置くことによって、こういう感じでお風呂で快適に、あ、なるほど、できる。お風呂で映像見れる。そうですね、お風呂にこういったものが設置できることによって、快適にお風呂でゴロ寝デスクということなので、それはお風呂で長居できますよ、はい、お風呂好きの皆さん。しかもやっぱり浴槽は人それぞれじゃないですか、大きさっていうのは、はい、お家によってね、はい、ここにネジがあるんですけども、こちらね、はい、こちらを緩めることによって、こちらのレバー引っ張ってください。ちょっと引っ張ります。はい、外、そうするとなんと浴槽の大きさ幅も調整ができます。オレンジ大きい風呂やねんそうですね、まあ、だから広げてもらえれば、最大限まで広めてもらって、まあ、ちょっと狭い方はまあ狭めてもらえれば、ちょっとこちらね、はい、ちょっと安めの家賃だからそこなんですね、はい、まあそれで、あとはもうお風呂に入りながらこちらのタブレットをこう置くことによってですね、はい、こちらですね、こんな感じです。はい、これはいいですね。でお風呂に入りながら、なんか携帯とかこういうの持ってって手持ちだと滑って落としたこともあるじゃないですか、はい、友達とかにもいるんですよ、あってなった人。これでしたらもうちゃんと置けますし、さらにですね、こちら、はい、ここの段階調整ができます。先ほどの今の高さをいろいろと変えれます。ここでじゃあこういう感じですね、自分の目線に合わせて、はい、なので高さ調整も好きに行うことによって、まあ、こういった形で簡単に高さ調整もできるので、うん、タブレットの自分の見やすい位置に持っていってもらえれば高さ調整も可能になっております。はい、こちらがお風呂でゴロ寝デスクでございます。